おっす、レイムだよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。今回のプロ野球ゆっくり情報のコーナー。本日ソフトバンク優勝なるか。そうです。ソフトバンク優勝なるか。そして巨人は CS 生き残れるか。今日で全てが決まってしまうかもしれない。寂しいですね。ペナントも終わってみるとあっという間に感じるぜ。そしてタイトル争いも終幕だ。前回話せなかった村上くんの現状を見てみましょうか。打率やばいねー。ですね。野球ってのは本当にわからんもんだな。まあ本塁打と打点はもう確定。それは前からわかってた。わかってて問題は打率みたいなことも言ってたと思うけど。正直打率も余裕だと思ってましたよね。ですね。やっぱ下がる可能性があるものは予想しにくいな。前にこうやって打撃成績を見たのが9月17日に投稿した動画でした。その時の成績と見比べてみるとなんとびっくり。本塁打と打点全く変わってないじゃないですか。不調も不調だぜ。もうさすがに本塁打60本とかは無理だと思うのですが、まだ王さん超えである56本って記録があるからな。大島選手に打率勝っていたとしても最後まで出場するだろうな。三冠王誕生の瞬間を見たい気持ちもありますが、大島選手も首位打者を初めて獲得するチャンスだ。お互い頑張ってほしいですね。どっちに勝ってほしい？お互い頑張ってほしいですね。村上くんか。お互い頑張ってほしいですね。だそうです。でまあそんなことはどうでもよくてだな。お前はもう少しオブラートに包めや。大ニュースが舞い込んできましたね。なんかあったっけ？いやもう色々ありすぎはありすぎなんだが、引退とか退団のニュースはまた別の機会にするとして、世間を騒がせたのはこれですよ。ビッグボス辞任からの新庄監督就任。あ、それね。を完全的中させた天才美少女現る。それは世間騒がせてないですね。いやー、思わずツイッターでつぶやいちゃったよね。反響あった？思ったよりなかったけど。騒がせてねえじゃねえか。いやちょっとマジでこれ見てくださいって。とにかく今年もパリーグはゲロ面白いと。そして優勝争いしてなくても野球の試合は面白いぞ。セリーグだって CS 争いは熱いぜ。まあ確かにな。あと来年の日ハムの監督を予想しようか。言ってもビッグボス継続が濃厚だろ。いや、私の予想ではビッグボスは今年で辞任します。大穴だな。じゃあ来年の日ハムの監督は誰だよ。ズバリ言うわよ。ビッグボス退任した後新庄監督だ。ありそう。なんだ堀田祭りって。もうちょっとまともなタイトルつけろよ。じゃなくてだ。これすごくない？もう3週間前の出来事だ。完全に予想通り。どうも、令和の最新ノストラダムスでーす。そもそもノストラダムスが古いけどね。わかっちゃうんだな。大体の出来事が、イメージが頭をよぎるっていうのかな。そういえばさ、もう10月だな。それがなんだ？今年の頭にさ、あなた今年の目標でこんなこと言ってましたよね。誰だこの赤い世間知らず娘は。君と似てるねー。いやいやいや、そもそもジャンルが違うから。これは目標。私が得意なのは余地だ。もうペナントも終わりだな。それはさっきから話してんだろが。今年の順位予想はどれくらい当たりそうかな。やめろ、今すぐ下げるんだ。見ないでけれー。ではプロスピやってくぞ。どうぞどうぞ。リアタイ。なんでリアタイやるときいつも変な間開けるの？リアタイ企画をやるときはだな。このチャンネルの視聴者さんたちが、こいつもうリアタイやってねえな。ってくらい間隔空けるようにしてますから。やれよもっと定期的に。まあまあ。今回もちょっと試合をやっていくがきっと驚くぞ。私の止まらない超成長ぶりに。その自信はどこから？私の心の奥底からだ。根拠はないと。ほざいていればいい。確かにリアタイをやるのは久しぶりだ。2ヶ月以上ぶりで自分でも驚いた。そんなやってなかったの？驚くよね、時の流れの速さに。確かにびっくりだわ。ドッキリ大成功。でまあリアタイやるのは久しぶりって話なんですが、この2ヶ月間ただ鼻くそほじって過ごしていたと思ったら大間違いよ。そこまでは思ってなかったけどね。確かにリアタイはやっていない。だがプロスピはやっている。普段から試合は毎日欠かさずやっていた。とは言ってもな。そもそも普段やってるコンピューターとの試合とリアタイとじゃ別物だからな。その通りだ。打撃の感覚は似てるようで全然違う。タイミングの取り方とかな。なので普段の試合からリアタイを意識して打つということをやってみた。どういうこと？今ちょっと見せますから。これでリアタイ打てるようになったら革命だぞ。革命チャンネルに変更だ。とうとう少年革命家か。それはもういるから。これは今開催されてるネットスタジアムなんですが、まずは今までの打ち方な。投球されるコースが表示したら、こうだ。で、球の回転を見て合わせに行くと、はいこの表示に合わせる。スローで見ますと、これが表示されたら、すぐ合わせに行く。そこから弾を見極める。これがセオリー。でもこれをリアタイ仕様にすると全く別のタイミングの取り方になると、リアタイは投球コースが表示されるのはもっと遅いからな。です。なので投手が実際に投げてから合わせに行くようにしてみました。どういうことかというと、今までのタイミングがこれ。そしてリアタイ主要用タイミングが、こういうことですね。と詰まってますが。まあまあ、まだまだ主要のみということですよ。こちらもスローで、ここで合わせに行かず、球放ってから、打ちに行くと、もう何回か見せますね。まずは今までのタイミング。表示されたら、すぐ合わせる。から変化についていく。リアタイ主要タイミングが。違いわかりますかね。音出してますが。まあまあ。まだまだ主要の下準備ということですよ。主要中でもなくなった。また追い込まれるまではこれまでのタイミングで。そりゃこっちの方が打ちやすいですが。リアタイでも打てるようになるためだ。ほらこのヒットとかリアタイでよくある当たり。最後は初球からリアタイ主要タイミングで。いやウィーラーしか回ってこねえ。まあいいんですけどね。偏りがすごい。初球から打ちに行きますね。タイミングの違いを見比べてみると、全然違いますね。なるほどな。一応自分なりに練習はしていたと。これで普段やってる試合とリアタイの違いを埋めたぞ。そりゃ実際にリアタイやって慣れるのが一番いいのですが、一試合やるのにそれなりに時間かかるからな。それにプロスピやってるけどスタミナ消費するだけで精一杯って人もいるでしょう。たまに時間あったらリアタイやるけどって人。そんなたまにでも打てれば面白いはず。しばらくの間私が身をもってこれ実践してみますから。これで打てるようになったら声を大にしておすすめします。まだ効果があるかは定かではないと。そうですね。でもこれでリアタイでも打てるようになったらいいな。時間を使うことなく今まで通りスタミナ消費してるだけで練習できる。効率はいいぜ。まあ普段の活躍報酬犠牲にしてますけどね。確かに。じゃあそれを踏まえてリアタイやってくか。果たして打てるようになってるか。まだ修行し始めたばっかですけど。よろしくお願いします。この感じめちゃくちゃ久しぶりに感じる。実際に久しぶりだからな。よーし、丸さん頑張ってー。練習の成果を見せるときだ。内棒。山岡投手はやっぱこの縦スラだよね。変化量減ってるけどな。スキルスピリッツの暴力発動。懐かしい。ほらヒット。全然ヒット。今のはヒット。余裕でヒット。うるせえな。続いていくわよ、隼人。いいんでない。連続ヒット。あれ、すでに効果ありなのでは。なんか久しぶりなのに違和感なく打ててる気がする。もう交代か。山岡投手を成敗よ。さて次は誰を出してくるか。坂東投手だぜ。誰を出してこようが問題なしよ。果たしてどうかな。なぜなら圧倒的にスピリッツ有利だからな。それはその通りでした。天才的バッティングだ。まずは1点先制。そして飛ばしや広角打法の4番カズマ。飛ばし屋の広角打法炸裂。両低空飛行の引っ張りですね。これで3点目。絶好調だ。そしてゴジラさんが火を吹く。そしてミスターさんがケツを吹く。ちょっとうまいじゃねえか。そして安倍ちゃんが、あやばい、これかなり前に録画したことバレる。いつの録画だこの野郎。CS でパワー型の最新安倍ちゃん撮る前ですね。9月の頭くらいかと。でもその前からリアタイ主要タイミングでやってましたから、実証はされてるぞ。危ない、全然ボール球でした。さあ決めちゃって今は泣きミート型の安倍ちゃん。ほら完璧よ。なんでこんなに打てたんだろう。1ヶ月前の自分に聞いてみろ。あ、亀さんだー。頑張れ亀さん。通過5点取ったからコールドやん。こんなに打てるの珍しいな。主要の成果だ。これ強制コールドまであるのでは。あと3点だな。初体験したいですね。いいねー。思ってたより曲がらなかったボール球でもお構いなしだ。さあ初強制コールドの瞬間が近づいてきました。勝ちは勝ちですけど。いやなんも言ってないですけど。はいそんなわけでね。一人のランナーを出すことなく1回コールドでした。ねえなんなのそのコンまでバレる嘘は。調子いいからもう1試合だけやろう。よろしくお願いします。次のリアタイ動画がいつになるかはわかりませんが、きっちりこの練習方法の結果だけは報告したいですね。結局その結果はリアタイやらないとわからないからな。まあ当然だな。今回紹介したリアタイ主要タイミングでの打ち方。まだ私も全然うまいこと打てないのでね。それをマスターしてからリアタイやっての検証だな。検証結果出ましたね。はいよ。まだうまいこと打ててないって言ったばっかだろが。でもホームラン打てたし、たまたまな。ああ、これはダメなやつ。最近気づいたのですが、タイミングはまっすぐで待ってていいけど、投球コースが表示されたと同時に、まっすぐだと思い込む。これダメなパターン。球種が分かってから打ちに行くと。そういうこと。まあそれが難しいんですけど。これくらいじっくり見てから打つべきだな。まあいいでしょう。定位置で助かったな。今度こそ狙うは強制コールド。いいよ、しっかり球種見ようとしてるよ。今のは思いっきり流してたら抜けてた。そもそもボール球だけどな。失投でギリボール球は魔球ですよ。いやフォーク全然落ちねえな。これ誰だ。投手意識するの遅くない？しっかり待てた。ナイスだゴジラさん。とこの回は3点止まりでした。コールドならず。うちの兵内きっちり三者凡退。からのミート型阿部ちゃん。打つわよー。落ちないフォークを学習しての完璧な一発。学習能力があることを証明したぞ。まぐれですが、どっちだよ。さあ流れは完全にこちらだ。あらやだ亀さんじゃない。決めちゃってやっちゃって。決めてくれました。おめでとう。勇気ある撤退。でもいっぱい打てたぞ。まさに超級成長中。どうだ、驚いただろ。そうだな、確かに驚いたぜ。未だにブロンズランク1だったことにドッキリ大成功。熱湯スタジアムのイベントボーナスが欲しいか。欲しいぞ。では引いていきましょう。唐突。今回の OB 第1弾はランキング走るわけじゃないのでね。こちらの A ランク以上確定スカウト。3回だけ引いていきましょう。まあ無難なとこですな。S 出たわ。出たな。まさかのラッキーパンチですね。自チーム確定とか出ねえかな。出ねえだろ。出たわ。出たな。現在の S ランク所持状況がですね。まさかの展開すぎて順序がめちゃくちゃ。すごない？すごすぎだわ。しかも1回目だぞ。A ランク以上確定スカウト最高か。こちらシリーズ1ですが、シリーズ2完全移行するまで言い続けるでしょう。欲しいのは中 G とハヤト。まあハヤトはシリーズ2のアニバで出ますから、一番は中 G です。中 G 獲得して同期決めたいんや。シリーズ2はご覧の状況なのでね。誰でも嬉しいです。一番強化になるのは今ムーかな。じゃまあそんな感じで。いやマジでやってやったぞ。ものすごい確率引いたな。これ下手したら2枚引きあるかも。ねえよ。ここはもちろん確定の、ノーボインレイ。2枚引きは厳しそう。単発だって、燃えろー。燃やさないで当てろよ。当たらないんかい。さあ誰が出てくる？何その表情。はい。逆転ハヤトー。やったぞー。ついに最新型のハヤトをゲットしたぞー。シリーズ1ですが、こんなとこで手に入るとは思わなんだ。しかしコナミはわかりやすいですね。何が？問題を起こすと大量生産する。何がとか聞いたあの頃の自分を殴ってやりたいですね。これアニバ取りに行くか迷うな。ステータスによってはこの後の OB 優先もありかもな。あ、つうかあれだな。S ランクだからイベントボーナスも微妙にアップするおまけ付きだぜ。あ、確かに。まあでも OB 第1弾とかもうどうでもいいですけどね。本音言いすぎ。